小人図鑑第29弾です。ありがとうございます。冬衣も見た？ちょっと待って、ちょっと待って、なんか来てる、めっちゃ近い。どうも花子です。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで今回の企画なんですけども、やってまいりました、小人図鑑第29弾です。ありがとうございます。いや、ついに29弾ということで、今回捕まえていく小人はもうちょっと見たら分かるんですけど、今回家の中ですね、冬衣も捕まえていきたいと思います。ありがとうございます。ちょっと冬衣も知らない人のために説明したいと思います。この辺に画像ドン。冬衣、かっこ季節衣、冬型、トーチンが一本になり、顔は白くでっぷりと太る、民家に上がり春まで過ごす、家の中の暖かいところを好む。そう、あの季節衣っていう小人がいまして、それの冬型、季節衣は秋衣になったり夏衣になったり、あの季節によって姿を変えるんですけど、冬はトーチンが一本になると。ということで、まあ、ここからね、あの探していくんですけど、もし見つからなかった時のためにちょっと作戦も用意してます。一つ、じゃあちょっと早速探していきましょう。さあ行くぞ。ということでですね、あの冬衣は家の中の暖かいところを好むということで、で暖かい場所といえばあっち、リビング行きましょう。それではこちらのリビングの方に行きたいんですけど、さあここであの暖かいところを好むということで、可能性があるのはまずこのストーブ。ストーブはもうめちゃめちゃ暖かいんで、この近くは可能性あると思うんですよ。あんまり見えるところにはいないと思うから、この裏とかね。あー、いないか。でも大丈夫です、まだ可能性はあります。次に暖かいって言ったら、このこたつね、こたつの中とこたつのそば、ここはやっぱり身も隠せるんで、この中にいたら。いきますよ、いる可能性あります。いきます、はい、ドン。うわー、いないか、いないか、いないか。うわー、いないか。今セクシーになってない？あ、今セクシーになってたら使えないよ、今の感じ。ケツ結構近くなかった。セクシーになってたら使えないから。うわー、危ないね今の。いや、でもいないか。あとはこの右京さんのヒーター、これヒーターついてるんで、このヒーターの近く、ここ右京さんいつもこの高い位置から部屋を観察してるんで、右京さんならなんか知ってんじゃないかなと思って。右京さん、冬衣も見た？考えてますね今。見た？ちょっとわかんないって言ってるんですけど、やっぱ右京さんでも見ないか。っていうのもですね、なぜ今回あの冬衣も捕まえようと思ったかっていうと、僕朝起きてこうリビング入ってきた時に、その辺、そのストーブのあたり、ストーブの前あたりにおやつのゴミが散らばってることが何回かあったんですよ。で、黒い影がスッていったの、えと思って、それが結構何回かあったから、僕の家小人がいるんで、忍び家小人とか姫家小人もいるんで、いやそいつらの仕業かなとも思ったんですけど、そのファって見えた影が明らかに家小人より大きかったんですよ。なんでもしかしたら冬頃もうちにいるんじゃないかと思って、今回ちょっと探してみたんですけど、はい、ということでですね、ちょっと結構探したんですけど、やっぱりこのまんまじゃなかなか見つからないんで、オープニングの時に言っていたあの作戦実行したいと思います。作戦っていうのは、こんだけね電気もついてて僕もこう喋っててっていう中だと、多分なかなか姿を現すことはないんで、ここを無人にして電気も暗くします。そしたら警戒心も解けて、冬頃がもしいた場合出てくる可能性があると思うんですよ。なんでそこを定点カメラで2箇所くらい設置して、あっちの部屋でモニタリングしようかなと思って、出てくるまでずっと。でその定点カメラをどこに仕掛けるかっていう話なんですけど、北海道の冬ってめちゃめちゃ寒いんで、あの夜寝る時もストーブつけたまんまなんですよ、うちは。なんでこのストーブ周辺、いつもゴミ、おやつのゴミが落ちてる時もこの辺なんで、だいたいこの辺めがけて仕掛けようと思います。1台ここ で違う方向から来ても映るように、もう1台こっち側のアングルもこんな感じで、でちょっと真っ暗だと映んないんで、このライトだけつけて、これで準備完了です。ここで定点して、あっちの部屋でモニタリングできたらすぐ走ってきて捕獲、これでいきたいと思います。あっちの部屋行きましょう。ここが僕の肌ザースカイ。はい、ということでですね、こっからはもう耐久戦です。時間との戦い。あっちの今映してる映像がこっちで見れてるんですけど、ここにも動画出てると思います。このパソコンで言うとこんな感じ。何か変化あるまで、そして冬衣が現れるまでひたすら待ちます。
本当にもし現れてんのにちょっと途中で寝ちゃったりとかしてその瞬間見逃してたらもうこれは完全に僕のミスなんで、そうはなりたくないんで、ずっともう朝も昼も夜も食わず飲まずでずっと見てます。時間半以上経っちゃった。うわ、ちょっと待って、寝ないってもう今日は決めてたんですけど、気づいたら寝てた。いやでももう大丈夫です。よし、こっからです。多分こっからまた現れるんでしっかり見ていきます。開始から2時間半以上待ってるんですけど、一向に姿ないですね。いやーでもちょっとやっぱ厳しいのかな、現れないのかな、このままだと。じゃあまあ見、ちょっと待って、なんか来てる。なにこれ、いるよね、ここに。こっち向いた、こっち、あ、いなくなった。今の何、なんだった、待って、またこっちから、また出てきた。ちょっと待って、このシルエットちょっとあんま暗くて顔までよく見え、めっちゃ近い、これ冬衣じゃない、うわ、めっちゃ近いぞ。なんかカメラに興味持ってんだね、きっと。多分見たことのないものだから。あれどこ行った、めちゃめちゃ覗き込んでたもん今。あ、待って、また出てきた。あ、歩いてストーブの方向かってる。座った。え、ちょっと待って、これ冬衣だよね、このシルエット。完全に冬衣だよね。別視点の方、もう一個の定点カメラの方映ってんじゃない、この角度だったら。はい、座って。え、やっぱこの横顔シルエット冬衣だよね。行こう、早く逃げちゃう前に、静かに急いで。完全にストーブで温まってるよね。電気つけちゃう、電気はもう大丈夫じゃない。ちょっと待って、これきました、冬衣です。捕獲、早速ちょっと捕獲しましょう。ちょっとね、今ストーブで温まってるところ申し訳ないんですけど、捕獲いたします。来ました、冬衣捕獲成功です。ありがとうございます。これ今回ちょっと虫かごに入れる前に僕やりたいことがあったんですよ。これ見つけたら、いつもここにお菓子の袋とかがあったんで、ちょっと食べるかわかんないんですけど、もしかしたらだけどお菓子好きなんじゃないかなって、ちょっと用意してあるんですよ。寒い場所だとかわいそうなんで、暖かい場所に置いといてあげた方がいいんで、一旦この逃げないようにこたつの中にいてもらって、電気あった方がわかりやすい。こんな感じでちょっとあったかいこたつの中にいてもらって、今準備してきますんで、で一旦これ閉じれば逃げ道なくなるんで、全方向これで逃げられることはまずないです。安心してください、大丈夫です。はい、でちょっと用意してきます。はい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 。もし見つけたらの時のために、このサイズの一番ちっちゃいやつ、これ探すの苦労したんですよ。このサイズのお水をとりあえずあげようと思って、これでもしかしたら飲むかわかんないけど、もしかしたらこうやって間違って飲んじゃった、また入れてきたね。ではちょっとお水あげたいと思います。まあ、間違いなくね、もうこのこたつの毛布があるんで逃げてることは、そうです。あれ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、え、待って、います。やっぱり逃げることないですね。ライトがあるあったかい方にちょっと移動してたけど、逃げることはないです。水あげます。どうぞ、これよかったら飲んでください。わ、サイズもちょうどいいんじゃない。飲むかな、飲んでくれるかわかんないんですけど、でもう一個用意してるものがあるんですよ。やっぱ水だけじゃ物足りないんじゃないかということで、一旦また逃げないように、こちら中身開けます。じゃん、きなこ餅。
これ小人用のサイズのきなこ餅、これもね食べるかどうかは分からないんですけど、ただちょっともしかしたら食べるかもしれないんで、じゃあちょっと開けて、ええ、どこ行った、え、どこ行った、ちょっと待って、ちょっと待って、逃げられた、ガチ、え、待って、これも、あ、濡れてる、あそこだ、あそこ、あそこ、うわ、待って、ここちょっと、最初からこんなになってた、こっからだよね、完全に、うわ、やられた、うわー、うわ、ちょっと待って、油断した、完全に、完全に逃げたよね、あそこだよね、間違いない。いや、こうなったらやっぱりどれだけ家の中って言っても小人一度こう見えなかったらもう見つけられないんですよ。あー、油断した、油断した、これ完全に僕のミスですね。いやー、ということで、まあ惜しくも逃してしまったんですけど、ただこう手に持つことはできました。これめちゃくちゃ貴重だと思います。いや、でもこの辺、この角からだから逃げたの、この近くにまだ身を潜めてる可能性もあるっちゃあるんだけど、多分もう見つかんないですね。はい、ということで、小人図鑑第29弾いかがだったでしょうか。今までの小人図鑑シリーズ説明欄に再生リスト載せとくので、そちらからご覧ください。それでは今後もまた小人図鑑シリーズやっていきますので、チャンネル登録高評価してお待ちください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃん。